こんにちは、薩川あゆみです。はい、この作品は、小さい頃から可愛いものに囲まれて育った女の子ゆりちゃんが、初めて恋をするお話です。見どころは、そうですね、恋をした女の子が、いろんなことを経験して強くなっていくっていうお話です。演じる時はいつもと同じようにやってるんですけど、去年ショートフィルムフェスティバルの授賞式に行かせていただいて、でその時にそのショートフィルムの面白さっていうものを紹介していたのを見て、すごく面白くて、でやっぱり短い中でそのお話をもちろんちゃんと完結させるっていうのもそうなんですけど、オチを作ると言いますか、いうのがどこまでっていうか、だんだん長い作品だと、あ、もうそろそろ終わりかな時間的にとかなんかそういう見方をしちゃったりするかもしれないんですけど、ショートフィルムだとなんか見ててどこで終わるかわからないっていうのが、こうワクワク感がどんどん増えていって、で最後に、あ、こういう終わり方かっていう面白さっていうのがあったので、私も他の作品とかを見せていただいたりとかして、なんかそういう楽しみみたいなものがすごく多いなと思いました。そうですね。でもなんか短いからこそ、なんかインパクトがあるものをやってみたいなと思って、なんかこう世界観とかがちゃんとあるものがいいなと思って、やっぱりやるって決まってないのに、なんかすごい真剣に考えてるなんか一応女性なので、なんかそういう女性らしいなんか柔らかい部分みたいなのが出る作品とか撮れたらいいなって思います。今回のショートフィルムはとっても見てて元気になれるような作品だと思います。おかしいだろうとか思いつつ笑って見てもらえたらなと思います。私はショートフィルムフェスティバル&アジアを応援していますはい、今年も私自身観客としていろんな作品を見れることを楽しみにしています。 Life is short。芸人をやっております。猫ひろし、猫ひろし、うるさー。どうもよろしくお願いいたします。はい。今回の作品の紹介を。作品の紹介ですか。ですね、これある可愛い女性がですね、こう男性に振られることにより、こうどんどんこう強くなっていくっていうんですか、こう屈強な女子へと変わっていくんですけど、まあこれ猫で例えると、まあバカ猫みたいな感じの、簡単に言うとそういう映画です。見どころはですね、こうやっぱりこうその可愛い女性がですね、どんどんこうたくましくなっていくんですけど、そのたくましくなっていく過程で、この女性だからバストじゃなくてですね、胸板のこの凄さをぜひ見てもらいたいですね。こんなにもっていうぐらいたくましくなっていきますので、まあ猫で例えるとシャム猫みたいな。はい、そうですね。やっぱり僕も豆タンクってやれてるんで、こう小さくてギュッとこう濃縮したのがやっぱいいんじゃないですかね。まあ猫で例えるとチンチラみたいな感じで、はい、そうですね。いろいろ考えたんですけど、やっぱり子猫物語一本でいきたいと思います。はい、そうですね。すごいこうやっぱさっきも言ったようにこうギュッと凝縮しているんで、瞬きせずにぜひ見てください。で自分で楽しさをですねキャッツしてください。はい、僕はショートフィルムフェスティバル&アジアを応援しています。アジア応援してますよ。大声で、はい、ポーズます。やっぱ映画祭なので祭りってついてるぐらいですから、こう映画をぜひともこうラッセラーみたいなサブちゃんの気分でですね、もう楽しんでください。Life is short。 にゃーシャオラ。